嬉しかった。ずっと我慢してたな、頑張ってたな。わ。これさ、お留守番した後上に行ったら、例のおやつおもちゃで超遊ぶ。そうやね。おう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 。はよ行こうぜ、言うてるわ。行こうか。もう用意してあるわ。じいちゃん今日は特別なおやつがあるで。頑張ったからな。よかったね、うん、シャカシャカシャカ
感じ。じゃあおやつしてあげようか。ああ、じいちゃんスイカ買ってきたよ。スイカ。あんな大きいスイカ見たことないやろ。どうなるかな。スイカ食べるの？食べるよ。あ、そう。うん。はしゃいでる。今帰ったと思ったのに。来た。すごい。すごい反応。ちょっと近いな。めちゃくちゃ大きいボールだと思ってる。なんか匂いする？どう？あ、食べようとしてる。美味しい匂いがする。完全にボールやと思ってるやろ。これ転がすの待ってるもん。出してほらほら、完全にボールと思ってるやろ。そうな、うん、大きなボールだと思ってるよ。かぶりついてる。待ってるもん。待ってかぶりに似てるやん。ほら、匂いはするやろ。そうすると思うけど、美味しいかな。でも甘い匂い。いや、かぶってんな、うん、でも俺と一緒でキュウリ嫌いやからさ。この皮はどうなんやろ、うん、めちゃめちゃかじりついてはいるけど、うん、あ、もうでも食べるもんって分かったな、これきっと分かってんの、うん、だってボールだったらママ今まで転ばすの待ってたやん、そこで。ちょっと貸して。傷がめっちゃ、牙がすごいけど、もう割れそうだね。ペロペロして転がっていく。夢中や。すごいな、めっちゃハグ。あ、かじってる。かじってるで。じゃ食べ物やと思ってるわ。分かってる。スイカ食べるの？うん、食べるよスイカ。うん。いや、皮も。皮は食べたことないけど。いつも切って赤い実のとこだけ。うん、種も取って赤い実のとこだけあげてる。あ、もう皮食べてる。うん、食べてる。完全にかぶりつくつもりなの。完全にかぶりつくつもりなの。ティーナ君、完全に食べようとしてるよ。まだ美味しくないところやのに、まだ皮なんか。あ、どう？うん、傷がついてる。そこの先っちょ、あの茎のところをめっちゃ辛い。取ろうとしてるわ。これ切ったらびっくりするかな。なあ、うん、かじってる、かじってる。かじってる。すごい気に入ってる。あの手が緑になってる。手が、ほんまや、手が緑になってる。かわいい。切ってあげようか。切ってあげようか。クリーム。切ってあげようか。切ってくれるって。楽しみに待ってはるわ。ペロペロしてる。どう？分かる？ああ。
あんなになった。嫌だった。ボールがあんなになった。ちょっと違うか。ちょっとがっかり。がっかりだった。ここまでやったのにな。やってしもうた。ティーダのボールが壊されたな。ちょっとがっかりな気持ち。がっかりな気持ちやな。食べへんやん。そうやな、おかしいな。去年食べたんやけど。大きい。よほど丸いボールが姿になってしまったのが悲しいや。おもちゃだったのにな。違った。違ったな、全然違ったな。ちょっと見てはいるけど、あーって感じやな。ママが切ったんやで。怒ってるわ。拗ねてるな、ちょっと。完全に怒ってるな。切られちゃったな。